カラカル大隊はイスラエル国防軍の南部軍に属する不評大隊である。第33系不評大隊、第33カラカル大隊などとも呼ばれる。イスラエルでは女性にも兵役義務があることが知られているが、カラカル大隊は女性兵士が戦闘要員を含む構成員の多くを占めることで知られる。2009年以降、所属兵士の 約7割が女性となっている。カラカル大隊の名前は、アフリカからアジアにかけて分布する、ネコ科のカラカルに由来する。イスラエル国防軍では1985年から女性兵士の戦闘部隊への配属を行ってきたが、2000年にカラカル大隊の前身となる部隊が、女性兵士の直接戦闘への参加機会を減少させる目的で組織され、2004年にカラカル、大隊、 として、正式編成された。部隊は、その後、エジプトとの国境地域のパトロール任務に就くようになり、2005年のガザ地区からの入植者撤退計画にも投入された。2006年には、カラカル大隊所属の女性兵士であるノイ商尉が女性として、初めて、イスラエル国防軍の狙撃招待の指揮官となった。2010年には、 エリノア・ジョセフがアラブ系女性兵士として初めて戦闘部隊であるカラカル大隊に戦闘員として配属された。2012年9月21日にはエジプトとの国境付近でカラカル大隊の兵士とテロリストグループとの戦闘が発生した。銃撃戦となりカラカル大隊の女性兵士が爆発物を身につけたテロリストを射殺した。2014年10月には カラカル大隊のパトロール車両がエジプト国境付近で不審な行動を行っている集団の調査に向かった際に銃撃及び対戦車ミサイルによる攻撃を受け2名の兵士が負傷した負傷者のうち1名は女性兵士のベインフェガー隊員で彼女は車両から投げ出され傷を負ったが自動小銃で応戦し1名を射殺した この事件は当初テロリストによるものと考えられたが、その後の調査で麻薬密輸組織によるものと判明した。徴兵制度により、カラカル大隊に配属された女性兵士は通常2年間の兵役任務に就く。最初に4ヶ月間の基礎訓練が行われ、基礎体力づくりのほか、タボール自動小銃をはじめとする各種武器の取り扱いなどを習う。ありがとうございます。